はい、タヤバムクーヘンです。ただいまですね、西新井大師に来てますけども、これドラマとかですね、よく撮影されるですね、角屋さんですね。これなんか焼きそばが有名らしいですけども、ちょっとですね食べたりしてないですけどね、ちょっと行きましょうかね。でこっちの方ちょっと行ってですね、西新井大師をですねくまなく今日はですね散策したいと思います。今日はなんかですね、今はちょっと肌寒いですけど、何か時間的にですね16度ぐらいになってですね、かなりあったかくなるということなんで、ちょっとですね散策日和ということでですね回りたいと思います。今時刻はですね10時18分でございます。10時18分ですね。ちょっと行きましょうかね。で清水屋と中田屋がこれ有名なんですよね。この両サイドのですね団子屋がですね結構有名なんですよ。草団子、西と清水屋と中田屋ですね、有名でございます。ちょっとここでまっすぐ行って、これが山門ですね。ちょっと回っていきましょう。薬液、関東の薬液三大師、西新井大師ですね。まあこれはちょっとこれでかすぎるか。はい、こんな感じですね。はい、じゃあ行きましょう。ちょっとあんまり詳しく見えないかもしれないですけども、こっちがですね赤い鬼ですね。ちょっと目線回しで、ちょっとこっち行きましょうかね。でこっちもこんな感じでおっかない顔の方がいますね。はい、じゃあ一旦失礼します。はい、ここになんか塩地蔵っていうのがありますね。皆さんね、塩地蔵ですね、あります。はい、これはなんか六角堂みたいなのがありますね。鬼滅の刃まだブームに乗ろうとしますね。もう終わってると思いますけど、延命水、延命水水洗い地蔵ですね。ふわーって今でもここがあれですね、藤棚ですけど、なんか工事してますね。これが本堂ですね。広いですね、だだっ広い感じで。車のお払いに来たのかな、この人は。車のお払いに来られたと思います。まあこんな感じですね、本堂ですね。紫のなんかありますけども。でこっちにあるのがですね、実はですね、私あんまり今まで撮ってなかったんですけど、これは何かというと、当時の弘法大師がなんか飢饉があった時にですね、これ井戸掘った場所で、井戸なんですよね、これ弘法大師が掘った井戸ですね。これがそのまま残ってるんですよ。遠くからちょっと撮りますけども、このもうですね、もう本堂っていうかですね、この一番横にありますね。ちょっとこれちょっとお見せするとですね、かもち水って書いてありますね。かもち水、ちょっと字が読めないかもしれないですけど、これがですね、そこの当時のやつが残ってるんですよね。弘法大師が飢饉の時にですね掘り当ててるんですね。それちょうど西側にあったことから西新井っていう、西の新しい井戸と呼ばれたそうですね。こんな感じ、ちょっと行きますんですけども、くまなくはですね、ちょっとすみません見せないですけど、これが本日のメインだったんですよ。これ今まで一回も撮ったことなかったんですね。
一番言う、これが大事なのに、これをちょっと取りたいがために今日は西新井大師に来ましたけどね。でこれですね、西新井大師、この花、これこれは椿かな。これはちょっといい感じですね。綺麗な花が展開されてますね。逆光だな、これ逆光です。ちょっとこっち行きましょうかね。寒桜、寒日桜、これはちょっと撮って、東山のこの桜は寒日桜系の雑種で、桜の中では最も早く開花し、通常では2月上旬から3月上旬まで楽しむことができると。寒日桜、これはかなりいいですね。寒日桜、ちょっと逆光なのがねちょっと悲しいですけどね、まあ、ちゃんと撮れてるかなと思います。寒日桜、これはまだ咲いてないですね。寒日桜いいんじゃないですか。で一番ここのところではですね、あの弘法大師がですね掘り当てた井戸がありますね。弘法大師が掘り当てた井戸あります。はい、まあ、全部が全部すいません、ちょっと回んないんで大変恐縮なんですけども、でここはですね昔なかったんですけど、前も撮影したんでちょっと今回は軽くやりますけども、四国八十八ヶ所ですね、霊場同行二人お砂踏み巡礼所ですね。これを回ると四国の霊場と同じように回ったことになるんですよね。これは私前やったんで、すみません割愛したいと思います。まあ、いろいろ綺麗ですね。お線香の灰は後ろのお香に捨てるようにお願いしますという感じで書いてありますね。よく捨てる人はいるんでしょうね。でそこの綺麗な花ですね、これはめちゃくちゃなんか真っ赤な花、綺麗だな、真っ赤なんですよね。ちょっとまあドアップして見せますけど、こういう明るい花ですね。こっちと大違いな花ですけども、こっちはこういう桜、こういう色ですね。色合い的にはこういう感じになります。後ろはあんまりあれなのでね、ちょっと拡大しましょう。勝の愛ですね。やっぱそこの寒日桜がやっぱ最高ですね。どこ？じゃあもうこのやつの、じゃあこうやって、こういう向きか。で後ろがこれがですね、弘法大師が掘り当てた金の時にですね掘り当てた本物の井戸でございます。それで西の方にあったので、西の新しい井って書いて西新井という地名になったそうです。はい、じゃあ井戸からお送りしました。ありがとうございます。